4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は桜スピード、あと 200m、 先頭はホンエイビグラス、ロイス&ロイス必死に追いすがります。ロイス&ロイス追いすがります。ホンエイビグラス、バラードタワー1着、2着にはどうやらホンエイビグラス、見事に勝ちました。バラードタワー、マーベラスクラウン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の桜栄光王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは加熱クロス、マーブルファンシー、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通りいきます。マーブルファンシー、マーブルファンシー、競りかけていきました。並んで11番、加熱クロス、トロットサンダー、好位をキープ。その隣にウィンドフィールズ、桜栄光王、それに続きます。緑の帽子、レーズボックス、その後ろ少し間が空いて宇治のマッケン王、その外からアドマイヤロケット、黄色の帽子、日本ピロプリンス、その後ろすぐ隣にハートレイク。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。さあ先頭はエイシンワシントン、リードは6馬身ぐらいあります。エイシンワシントン一人旅、4コーナーカーブから直線コースに向きました。エイシンワシントン先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はトロットサンダー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはりトロットサンダー先頭だ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。トロットサンダー差を広げる。2番手はジェニー、トロットサンダー今ゴール、段違いの強さです。トロットサンダー1着、2着はジェニー、トロットサンダー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。